の夜タッキーーー率いるヒーローズ東京ドームを熱狂の渦に。観客を虜にした脅威のステージ。ヒーローズが初日を超える瞬間。トベのヒーローズは初日を超える評価を受けるべく、その幕を開けました。東京ドームが光と音の魔法に包まれ、一夜限りの壮大なステージが広がったこの夜、観客は目の前で繰り広げられる奇跡に息を呑みました。ヒーローズのステージは、 初日を超える期待感とともに幕を開けました。光と音が織りなす幻想的なパフォーマンスは、観客の心を一瞬でつかみ、魅了しました。戸部のリーダーである滝沢秀明、タッキーは、その卓越したステージングですべての出演者を包み込みました。彼の理念と人間性がステージに反映され、その光景はまるで夢のようでした。滝沢秀明のステージングは、まさに圧巻でした。 彼の演出は光や音のサプライズだけでなく、すべての出演者を包み込む愛と情熱に満ちていました。滝沢の理念と人間性がそのままステージに映し出され、観客は心から感謝と称賛を送りました。その光景はまるで夢のような世界に変わり、すべての人々を感動の渦に巻き込んでいました。タッキーのステージは光と音の驚きだけでなく、 すべての出演者を包み込む愛にあふれていました。その姿はまるで博愛の象徴であり、観客はその温かい心に深く感動しました。東京ドームのステージが一夜限りの華やかな世界に変わり、光と音が交錯する中、愛の輪が広がりました。その中心に立っていたのは、間違いなくタッキーでした。ナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスは、 まさに21世紀の英雄たちと言えるものでした。彼らのビジュアルとパフォーマンスは常に期待を裏切らず、観客を驚かせました。タッキーが以前語っていたように、東京ドームを1週間借りての準備には2日かかるという努力がこのステージに結実しました。彼らのステージは海外でも十分通用するものであり、そのクリエイティビティとパフォーマンスは世界中の観客を魅了するでしょう。 ライブの初日は撮影が許可されていたため、SNS にはその動画が多数アップされ、大いに盛り上がりました。特に平野翔がサングラスをかけている姿や、ソロでのダンスシーンなど、驚きと感動が詰まっていました。北山くんのバイクに乗っての登場シーンも、まるでヒーローのようでした。これらのシーンは、観客にとって忘れられない瞬間となりました。今回のライブでは、 ナンバーアンダーラインアイが作ったチャリティー曲が披露され、彼らのクリエイティビティが示されました。岸士君が関与していることは間違いなく、その個性が曲に反映されていました。SNS 上での拡散力は、集客やグッズの販売に非常に有効であり、今後もこうした傾向が増えることが予想されます。日本の音楽業界において、SNS やチャリティー活動の重要性はますます高まるでしょう。 サッキーのステージングは圧巻であり、彼らのパフォーマンスには驚きと感動が詰まっていました。これからの活躍がますます期待され、日本の音楽シーンに与える影響は計り知れません。このようなライブやアーティストの活動について、あなたはどのような考えをお持ちですか彼らのクリエイティブな取り組みや講演の内容についてどのような印象を受けましたかそして、 今後の日本の音楽業界において SNS やチャリティー活動の重要性はどのように変わっていくと思いますかこの日のステージには新たな英雄が登場しました。彼らは21世紀の真の英雄として、その姿と才能で観客を魅了しました。ビジュアルの素晴らしさ、そして期待を裏切らないパフォーマンスは滝沢社長が以前から語っていた通り、 東京ドームを一週間借りての準備が実を結んだ瞬間でした。今回のライブでは初日の公演が撮影許可されていたため、SNS には多くの動画がアップされ、大いに盛り上がりました。特に平野翔がサングラスをかけて登場したシーンは観客への配慮とともに、YouTube での高画質バージョンも話題になりました。このような SNS の拡散力は、 今後の集客やグッズ販売にも大いに貢献することでしょう。ライブでは彼らが一切歌わずにダンスだけを披露するシーンもありました。これには観客は驚かされ、その力強いダンスに魅了されました。さらに北山くんがバイクに乗って登場するシーンもあり、まるでヒーローのような演出に観客は熱狂しました。今回のステージングには豪華なセットやライティングが取り入れられており、 その見事な演出には驚かされました。特に舞台上で浮かび上がる彼らの姿は観客を圧倒しました。これほどのグレードの高いイベントで撮影が許可されることは日本では珍しいことです。ライブでは彼らが作曲したチャリティー曲が披露され、そのクリエイティビティが示されました。この曲には岸く君が関与していることが明らかで、その個性が曲に反映されていました。 滝沢のステージングは圧巻であり、彼らのパフォーマンスには驚きと感動が詰まっていました。彼らのパフォーマンスが日本の音楽シーンに与える影響は計り知れません。SNS やチャリティー活動の重要性は今後ますます高まるでしょう。観客の反応や SNS での拡散力がアーティストの活動に大きな影響を与える時代において、彼らのようなクリエイティブな取り組みは 業界全体に新たな風を吹き込むこ,とになるでしょうこのようなライブやアーティストの活動についてあなたはどのような考えをお持ちですか彼らのクリエイティブな取り組みや講演の内容についてどのような印象を受けましたかそして今後の日本の音楽業界において SNS やチャリティー活動の重要性はどのように変わっていくと思いますか 彼らがこれからも日本の音楽シーンをリードし続ける姿を想像しながら未来への期待を胸に抱いています。私たちもまたその未来を共に見届ける一員でありたいと願っています。ヒーローズのステージはただのエンターテイメントではなく観客とアーティストが一体となる特別な体験でした。その中で感じた驚きや感動はきっと長く心に残ることでしょう。このようなライブを通じて 私たちは未来への希望と期待を胸に抱き続けることができます。今後もナンバーやタッキーの活躍を楽しみにしながら、日本の音楽シーンがどのように進化していくのかを見守りたいと思います。あなたもぜひ、その旅路に参加してみませんか最後に、あなたに問いかけたいと思います。彼らのクリエイティブな取り組みやライブの内容について、どのような印象を受けましたか 彼らが日本の音楽業界に与える影響について、あなたはどのように考えますかそして、SNS やチャリティー活動の重要性が今後どのように変わっていくと予想しますかこのような問いかけを通じて、読者との対話が生まれ、より深い理解と共感が生まれることを期待しています。トベヒーローズデイ2の成功は、彼らの努力と情熱の結晶です。未来の音楽シーンを彩る彼らの姿を、 私たちも一緒に見守り続けましょう。これからも、トベとナンバーが新たな挑戦を続け、私たちに驚きと感動を提供し続けることを期待しています。彼らの未来に向けた旅路に、私たちも共に歩んでいきましょう。